年の方がお主たちよりも強いとわしは思うぞ。どこがだ。心じゃようじゃない。まだわからんか。 CM で流れてたよ。心じゃよう。かっけー。ベストシーンだね、やっぱり。何あの格好、獅子の手届くね。ドラー、すまん。うわ、一発だ。はい、じゃあ今日はライブアライブのリメイク、体験版ちょっとやっていこうかと思います。ね、何年前のゲームになるのかな。20年よりちょっと前だよね。25年ぐらいになるの。まあ体験版なんでどのぐらい進めるかわかんないんですけど、まず主人公を選ぶのかな。あ、選ぶんだね。3つ。クンフー、幕末 SF。 じゃあまずクンフーやろう。ところは中国太子山という山に剣法使いの老人がいた。年老いた彼はその剣法を受け継ぐ若者を探し始める。え、ちょっと待って、罰ってある。あ、関係ないのか。はいはい。弱点、向き、命中率に関わる要素の一つ。向き、あー中国っぽい。楽に流される世の風潮。それによって、いや、なんかこういう感じのグラフィックのゲーム久しぶりだな。その憲法の名は、新山県老子決定。いや、いいよそのままで。はい、なんだろうな、なんか FPS とか APS とか、なんかそういう視点のゲームがやっぱ最近多いから、あんまりこういう感じのやつないよね。新山県、山のごとく動じぬ精神、水のごとくたおやかなる心を常とす。だが清流も場合によっては岩をも砕く激流となる。いや、なんか声がいいなこれ。肉体より精神に重きを置き、人としての強さを追求する憲法。心山県だったらどうしよう。それがこの憲法であった。この憲法であったら実際読み方出ないんだ。そうか、名前変えれるからね。新山県でいいよね。はあ、やはりダメか。もはや一刻の猶予もならん。この体が言うことを聞くうちに委ねねばならん。強い体と心を持った若者に我が憲法を。
後継者を探すのかな。クンフー編伝承。かくして老師は後継者の若者を探すため。久方ぶりの下山を決意したのであった。レーダーには未踏のエリアや目的地への道しべとのアイコン。行ったことのないエリア、行ったことのあるエリア。目的地への道しるべ。なるほど。オッケー。ダッシュはできない。あれなんか出て調べる。キリンの靴、クンフー靴。これも調べれるのか。白爪草、クローバーね。ダッシュはできない。上は行ったことのないエリア。ん？あんま来ても意味ないか。下山を決意したのじゃったっつって登ってるからな、これ。ちょっと降りよう降りよう。今行ってもどうせしょうがない。逆だじいさん、もう地方始まってるじゃん。家はどこじゃったかいの。下山しないと。上り山頂、下り町市場へ。なんか登山道って書いてあるけど、あ、どっちだ。竹林面白いな。竹林行ってみるか。これなんか修行の山みたいな感じだけど、こんな看板めちゃくちゃ立ってるってことは、あれなのかね、割とハイキングコースみたいな感じなのかね。トラ、あ、戦わなきゃいけない。 OK。攻撃が行動ゲージが上昇します。ゲージが3体には、ああなるほどね。 OK。 よし、締まりすぎや。届かないってことだよな、これ。あ、これ届くじゃん。ダメだ。これで獅子の手。なるほど。強。そこまでじゃ。お、なんかある。雑草か。なんかいるな。なんかいるな。トラいるし、あ。ちょっと待ちな。早い。こんな寂しいところを不用心に歩くあんたが悪いんだぜ、じいさん。
さ、野党って書いてある。もんなしじゃ。なに、むしろ分けてくれ。すまんが、あいにくと持ち合わせておらんのじゃ。雑草だったら持ってるよ。お主のようなやつにくれてやる金はな。あ、白爪草だってもある。じじいだって手加減しないぜ。長生きも今日までだ。いや、老け顔で実は30歳ぐらいかもしれない。 OK、 これで猫蹴り。無駄じゃよ。お強い。なんだって。獅子の手。あ、当たらない。こういって、あ、これあれか、これか。なるほどね、ムクも結構重要だね。いや、もう獅子の手だけでいいな。そこまでじゃ。この私がこんな老いぼれじじいなんかに。娘さんならばその老いぼれを大切にするもんじゃ。しかしなかなかの動きじゃった。野党などしているより、ああ、後継者か。やってみぬか。ざけんじゃないよ。めっちゃ怒ってるやん。このままじゃ私の気が収まらない。教えてもらおうじゃんか、その憲法とやら。ただし弟子になるためじゃないよ。あんたをコテンパンに叩きのめしてやるためさ。じゃあとりあえず目の前の虎を倒してみろよ。娘って言うな。私はレイ、レイクーゴって立派な名前があんだから。わかったわかった、そんなに怒るな。かわいい顔が台無しじゃぞ。まったく口の減らないじじいだね。さあとっとと行くよ。はい、はい。おお、仲間ができた。じじい逃げろ、虎から逃げろ。なんか変な草ばっかり集めたよな。山菜採りが趣味なのかな。で次は下か、港町だっけ。下はウォンの町だ。全然違うやん。なんもないじゃん。え、何、どういうこと。あ、話できるか。腹痛には体操。助かりました老子様。ナマズヒゲ。何、みんなお腹痛いの。スリじゃない。やはり老子様で、今のは孫のユンなんです。優しくていい子なんですが、最近様子が変なのです。両親もなく、私が一人で育てたせいでしょうかね。みんなお腹痛いじゃん。もうないよ。肉まん、それはありがてえな。老人に腹痛が流行っておる。
どんな町だよ。ないんだよ。ちょっと待ってて。お。なんだじじい。早く出せ。はい。何？くっ、しけてやがる。もっと金持ちから取ってきな。うわ、不良と付き合ってるじゃん、イオン。早く行けよ。いやだ。なに？今までお前たちが怖くて言いなりになってきた。でも、もうごめんだ。おばあちゃんが病で働けないからって他のお年寄りからお金を盗むなんて。謝る。謝るもんか。老子もさっきすられたね。多分でも白爪草しか持ってないぞ。僕は一生臆病な負け犬だ。それがお前みたいな弱いやつの人生なんだよ。諦めて言ってこい。やだ。てめえ、こっから先は行かねえのが長生きの秘訣だぜ、ジージー。そうですな。失礼する。おお、すげえ。なんだじじ、お主その少年よりも強いのか。当たり前じゃねえか。残念ながら弱いのはお主たちの方じゃ。バカ言うな。この孫子王様が、こんな孫子王弱いわけねえだろ。肉体はな、だが強さとは肉体だけを指すのではない。この少年の方がお主たちよりも強いとわしは思うぞ。どこがだ。心じゃようじゃない。まだわからんか。 CM で流れてたよ。心じゃよう。かっけー。ベストシーンだね、やっぱり。何あの格好、獅子の手届くね。ドラー。すまん。うわ、一発だ。わめき。ほら、獅子の手にゃんにゃん剣があるんだぞ、こっちは。なんだと。うわ、硬い。意外と硬かった。この拳は獅子のごとく。うそ。あれボスだったのか。硬いと思った。おっ、いって。どりゃー。何投げてきたの。反撃。あ、反撃技だったから使えなかったのか。デカパン。このジジイ。お、思い出した。このジジイ、あの剣法の老子だ。親分に報告だ。失礼しました。7年だ。帰れ帰れ。立派じゃったぞ。そんな、あなたのお金を盗んだ僕を立派だなんて。大丈夫大丈夫、財布に白爪草しか入ってないから。お金お返しします。ありがとう。これからもその心の強さ忘れずにな。待ってください。僕を弟子にしてもらえませんか。お、二人目。ん？そうですよね。こんなチビな僕が剣法なんて、すみませんでした。ん？
どこ行った？あ、目的地が上になってんな。あっちも行ってみないとダメか。この上？いた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 。お疲れ。お願いです、ローズ様。僕を弟子に、弟子にしてください。わしの負けじゃ、あ、ダメじゃダメじゃ、じゃん。お主は明らかに勝ち目のない奴らに勇気を振り絞った。そんなお主ならば、わしのところに来なくても強くなれると思ってな。強さとは、なるほどね、男であろうが女であろうが、体が小さかろうが大きかろうが、そんなことは問題ではない。強くあろうとする心、それこそが強さなのじゃ。はい。名前を聞いてなかったの？僕はユン、ユンジョウと言います。ユンジョウ、ね、よろしくお願いします。お師匠様、あーちゃー。なるほどね。どこ行こっかな。お、なんか食べ物屋さんがいっぱいあるな。おー、特にないのか。食い荒らす悪い奴がいるんです。く、く、食い逃げだ。お、食い逃げ犯誰だ、食いしん坊は。うわ、えらい、えらいこっちゃ。これ絶対モデルはサモハンキンポーだよね。めっちゃ早いし、食べながら。ねえ、誰か手を貸してくれ。うちの店でごちそうするよ。オッケー、ついに捕まえたぞ。さあ、今までの代金耳揃えて払ってもらうね。ふしゅー、お金ないっち。だったら出るとこ出てもらうね。おお、ロス様、この男いつもうちで食い逃げするね。おかげでユンファ1のホイ判定も上がったりよ。ロス様、これは攻めてほしいよ。まあまあ、まあまあ、ダメダメ、うちも商売ね。母ちゃんに、それに子供たくてたくさん。それともロス様、肩代わりしてくれるか。白爪草でいいか。よかろう。おお、さすがロス様ね。お前、ロシス様に感謝するよ。このやったら、チャーシューにするね。いや、絶対チャースーって呼ぶと思った、あれ。焼き豚。お主、なぜ食い逃げなど。おら、頭悪いから、誰も雇ってくれないっち。けど、おら、体大きいっち。人よりたくさん腹減るっち。お主、それだけの体生かさねばもったいないぞ。え？ほら、この体のせいでバカにされてきたっち。この体が役に立つ。その体は立派な個性。それを生かすも殺すもお主次第じゃて。ほらの、この体が個性？その体であそこまで動けるとは大した個性じゃ。あれは逃げるのに必死で。わしのところに来れば飯くらい
いくらでも食わせてやろう。ただし、ちょっとばかり運動してもらうがな。飯もうまくなるぞ。あ、うまい飯が食えるんなら何でもするっち。お主、名は？サモ。ほら、やっぱサモ。サモハンキ。サモハンキンポーだって絶対モデル。早くうまい飯食わせてくれっち。あちょおー、RPG らしい。4人パーティーになった。これで弟子も3人か。汚いところじゃが、わしの道場で早速稽古をつけようかの。トラと戦ってレベル上げた方がいいんじゃない？走れるこれ。で、上に行けばいいのか？道が分かりづれえんだよな。オッケー、戻ってきたぜ。あれ？右じゃったかいの、家は。上じゃったかいの。いや、これは頂上だな。違うな。やばいやばい。自分の家忘れた。もう始まってるよ。始まっちゃってるよ、これ。あったあったあった。ここだ。ここが我が剣法の道場じゃ。うわぁ！本当に汚ねえぜ！ここが、僕が修行を積む場所？そんなことより腹が減ったっち。腹が減っては戦ができんっち。お師匠さん、まずは飯にしてほしいっち。さっきめちゃくちゃ食ってたやんけ。残念じゃが早速修行じゃ。しあんな山道を登ってきて休む間もなくですか？泣き言言うんじゃねえてめえら。上等だ。早速追っ始めようぜ。まずはお主らの今の力を見極めさせてもらう。私から行くぜ。レイカ、遠慮せずに来るがよい。言われなくたってそのつもりよ。あ、もうここで戦うのか。オッケー、行こう。猫剣。もうさっき一回戦ってるけどな。なかなか強いな。シマリス脚、違うの使ってみるか、たまには。ああ。猫蹴り。おお。まずいね。何の技？老子の舞。反撃可能。舞いながら相手に悟られたんで、多少同時に。山猿剣。あ、やっぱ攻撃力は、獅子の手が強いんだね。そこまでじゃ。さ、次はどっちじゃ。サモハン。少しでも腹が減らないうちに。稽古が済んだらたらふく食わせてやるぞ。たらふくの飯。硬そうだな、サモハッカ。やっぱ獅子の手をうまく使いながら。わあ、体力はやっぱ高いのかな。
あ、そうか、敵を吹き飛ばすことによって近距離攻撃しかないやつは死んじゃおろうす。うわ、強っ、めっちゃ強いじゃんこいつ。この拳は獅子のごとく、ご苦労。強いなぁ、しろかも強いわ。まあこんなもんじゃろ。さてどうする。怖いならやめておくか。行きます。足を殺すつもりでかかってくるのか。いやー、ユン一番弱そうだからな。獅子の手。うわ、やっぱいっちゃん弱え。話にならん。あー、話にならんな、ユン。でも多分成長度が一番高いみたいな感じじゃない。獅子のごとく、ご苦労。思ったよりやりおる。これは楽しみになってきたわい。こんなに早く3人も見つかるとはのう。こんなに疲れたのは久しぶりじゃ。じゃが、心地よい疲れじゃ。え、ここまでなんだ。ショッキング。あんでセーブデータを製品版に引き継いで続き遊ぶことができますってことか。はい。じゃあ、終わりなんだね、ここで。じゃあ、ということで、体験版、クンフー編、終了っていうことですね。また、じゃあ、続き、製品版が出てから、スタートしますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。次回の動画の応援もよろしくお願いします。